はい、どうもお疲れ様です。12月になりました。じゃあ相場解説始めていきます。12月はね、クリスマスあたりからもうトレードできなくなると思いますし、その1週間前18、19あたりね、月火あたりからもうあんまり動きがないと思うんですよ。これ毎年のことなんですけども。ですんで12月ね、月の前半で勝負決めないともう稼ぐところありませんからね。で、今日の相場感なんですけども、短期的には上昇なんですけども、長期的に見ると下落になるのかなっていうところでございます。今ご覧いただいているのが日足ですけども、どんどん右肩下がりになってるでしょ。移動平均線の下にも入ってますし、でこの移動平均線は5日8日13日っていう短期に特化したものなんでね、ちょっと一般的な移動平均線の見方とは変わってくると思いますけども、私の相場解説で唯一ね、テクニカル理論に特化して移動平均線を軽視してるっていうところがあるとすると、移動平均線を一般に言われる5日20日100日もしくは200日っていうものに合わせてないってところなんですよ。ですんで短期のトレード、デイトレードにはむちゃくちゃ強いです。ですけども長期のトレードに関しましては、そもそも移動平均線とかテクニカルってものが通用しないという考え方です。これは私が勝手に考えてるんじゃなくて、やっぱり長期の動きっていうのはね、ファンダメンタルなんですよ。で、それをね、やっぱり多くの投資の指導者が勘違いしてるのか教えてないんですよね。だから非常に悔しいですね、それがね。だってそんな年間とかね、それから月足とか週足がテクニカルで動くわけないじゃないですか。やっぱり政府の方針とか要人発言とか、長期的な円安政策とかね、そういったもので動いてるわけでしょ。で、1分、5分、15分みたいな超短期っていうのは、これはもうランダムウォークですよ。単なる偶然の動きです。偶然の動きが集まって、1時間なり4時間なりができていて、そこがバランスのいいテクニカルの働く時間っていうね、ところですから。これは変わらないんですよ。なぜか別の解釈をする人がどんどん出てくるんですけども、もうテクニカルトレードに特化していくと、この考え方から動きませんからね。まあだから FX 折り合いは成果が出しやすいっていうことになるんですけども、まあ今日はね、その演説はこのぐらいにして、実際のチャートを見ていってね、お話していこうと思います。実際今日は何をすればいいんでしょうかってことになります。4時間の方に行きますね。はい、こう4時間を見ていくと、ほら、移動平均線を横切ろうとしてるでしょ？強い陽線がどんどんどんと出て、で、今ね、こう未確定な陰線がちょっとコマのように出てますけども、これがこっち渡り切って上昇トレンドになるのか、それともここに弾かれてね、下の方に再度行ってしまうのか、円高の方に行ってしまうのか、4時間っていうのは、日足とは違った動きになってるかなってところです。で、1時間なんですけども、1時間は上昇トレンドになっていますね。移動平均線を渡り切って強い陽線がそのまんまここで上に跳ねようとしてるわけですよ。ね。だから短期的1時間とか4時間、4時間ともかくですけども、1時間的に見ると上の方に行ってるんですよ。で、4時間はどちらかというと迷ってる状態。どっちに行こうかなと。で、日足ってのはもう一回見ましょうか。日足ってのは下落トレンドですよ。ね。下の方に向かってるでしょ、こういうふうに。今までこういうふうに向かっていたのが、こういうふうになってるわけですよ。こっちへね。長期的に見ると円高の方向に行くっていうのは、来年から始まろうとしている米の金利上昇の抑え、もう金利上昇はもうやめていくんだっていう方針と、日本の方針ね、もう 1% の長期金利をもう実質的に天井を取っ払って金利を上げていく方向に舵を切ろうとしてるっていうのが相まって、今までの円安から円高に触れようとしている。ファンダメンタルでしょ。でもファンダメンタルが1時間ではそこまで作用せずに、ランダムウォークも相まってテクニカルがちょうどいいバランスでできてるんで、例えばね、こうやって N 字とかがずっとありましたよね。これが通用したりとか、あとはまあこれは強く強調するところではないと思いますけども、ダブルボトムからの上昇に向かうとかっていうのがあるわけですよ。で、ここはギザギザして収束して、今釣り合ってる状態。こっから、おそらく上にブレイクするだろうってことが分かるってことです。もちろん下にブレイクしてね、改めて下落に向かうってこともあり得ますよ。で、1時間が下落に向かうと、迷っていた4時間っていうのも、下落に向かうってのは分かりますよね。1時間が4本集まって、この4時間の、ローソク足が1本できるわけですから。そうなると、日足の方とも整合性が取れていって、全時間軸が
円高に向かうっていう流れが長期的に揃ってくるわけなんですよ。ただですね、1時間軸がこのまま上昇トレンドを作っていったら、どっかで例えばこういうところでね、跳ね返って下に行く可能性が強くなるわけじゃないですか。そうなると改めて4時間とか日足の方で長期的に円高に向かうっていう流れができますんで、今日のテーマですけども、長期的にはね下落するんですよ、円高の方向に向かうんですよ。でも短期的、今日とか直近1週間で見ると上昇するだろうなっていうのが、この3枚の図を持ってテクニカルで解釈できるってことになります。はい、じゃあこの辺で、収めておきましょうか。じゃあ具体的に今日何すればいいのってことなんですけども、これ乖離が起きてますから、このまま上に行くことも考えられますけども、一旦移動平均線にぶつかって上に跳ねるんじゃないかなと思ってます。この2つのパターンの見極めを午前中でして、いけると思った時にエントリーする、まあそれが今日の判断になります。はい、それではね、また次回の動画更新でお会いしましょう。ちなみに、速稼塾限定動画をご覧の皆様、今回の動画だけで終わりなんで、続きを見たければ FX オリガルヒに来てくださいということになります。勝率は圧倒的に上がります。それでは。